はいさい、今回は読谷村のお菓子御殿ではなく、まあ、残波といえばね、残波ビーチがあるので残波ビーチに向かいたいと思うんですが、まあ、せっかくロイヤルホテル近くにあるんで、ホテル内をねちょっと散歩しながら残波ビーチに行ってみたいと思います。まあ、というのも、まあ、最近はロイヤルビーチ泊まったことないんですが、以前ね何度も泊まってね楽しんだホテルなので、まあ久々にどんなね景色になってるのか見たくて、中をねちょっと通らせてもらって、こっからここはちょっと従業員のなんか駐車場みたいな感じですね。せっかくね近くまで来てるんで、この景色もらってますね。せっかくなんでロイヤルホテルね、中の景色がどんな風に変わってるのか見ながら行きたいと思います。ここのホテルね本当に綺麗にされていて、ビアンカチャペルです、チャペルですね、教会、綺麗に整備されてるんでね、散歩するにはね最高の景色が見れたりするんでいいんですよ。っていうか今日風がありますね、結構。そしてね雲も結構あったりするんですが、まあ、太陽も見えてたりするんで、まあなかなかな景色が収めることができるんじゃないでしょうか。ビアンカチャペルですね。そして早速見えてきたのがプールです。ホテル内のプール、昔よく泳ぎに来ましたね。まあ10月なんですが、まだまだね気温も30度ぐらいいくので泳いでる方とか普通にいます。今日みたいに、ね、晴れてる日は本当に30度超えたりするんで、まだまだ夏ですね。アダンの実も実ってますね。ホテル内散歩するのも久々ですね。まあ、ぶっちゃけ何十年前とかぐらいなんで、どんな景色だったかとか覚えてないんですが、昭和63年、ここでは今からロイヤルホテルは33年前とか、まあ30年前以上前にできたホテルですね。ヤシの木とかも立派だし、これねとっくりヤシ、もどきじゃなくてとっくりヤシなんじゃないかな、とっくりヤシが成長してもどきみたいになってるのかな。まあ、タコの木にも立派に実ってますね。タコ足もいい感じに揃ってます。やっぱ整備された庭はいいですね。風も気持ちよく、まあ、今たまたまね頭上には大きな雲があって太陽隠れちゃってるんですが、またすぐに大きな風が強いんでね、すぐ雲も流されて太陽が出てくると思います。綺麗な景色ですよね。
やっぱね、ああやってスタッフの方が毎日綺麗にね、周りをゴミとか拾って掃除してくれてるんで綺麗なんでしょうね。右みたいですね。あ、ハイビスカスも綺麗ですね。やっぱね、沖縄はね、ハイビスカスが似合いますね。南国の花なんで。いいですね。ガジュマルもすごいですね。県木なんでやっぱりガジュマルも大きく育ってます。あ、こちらにはブーゲンビリアも咲いてて、赤と紫、ピンクっていうのかな、紫か。はい、そしてね、お待ちかねのビーチなんですが、あいにくの曇り空になっちゃって、鮮やかに映ればいいんですが、この辺もハイビスカスがもういっぱいですね。タコの木もちっちゃい実がいくつも実ってますね。よし、あ、花も咲いてますね。この後にね、さっきのね、ちっちゃい実みたいな緑が、実がついて実乗っていくんですよ。はい、いよいよザンパビーチです。あ、いいですね、カラフルなね、マリンアスレチックというのか、子供たちが喜びそうなね、遊具いっぱい入れますね。こちらは滑り台になってます。まあ、今ちょうどね、日陰に入っちゃってるんで、海に浸かってる人は見当たらないんですが、さっきみたいにね、太陽が出てくれるとまだまだ全然暑いので、水着姿で太陽出るの待ってくれてるんでしょうか。いいですね。最後はね、まあ、ザンパといえばザンパビーチもそうなんですが、まあ、灯台とかね、ザンパ岬の灯台もそうなんですが、大きなね、シーサーがいるんで、そのシーサーまで移して今日は終わりたいと思います。滑り台滑ろうと思ってるんですね。おう、結構な衝撃が、泣いちゃいましたね。意外と急斜面で衝撃が強かったのかな。あ、このボートいいですね。クリアでできてるんで、海のね、中が見えるっていう。さっきのボートの大丈夫だったかな。
海底観光ガラスボートなんで、向こうのね2艘、2台っていうんですか、2艘かな、向こうの船も海底が見れるようなクリアガラスでね、海底が見れるようになってるみたいですね。砂浜の斜面きついな。よいしょ。こんなにアガンとかね、クサシのこと、生き物とかも多そうですよね。このね分厚い雲がなくなったら、向こうみたいに青空が広がってるんですが、もうちょっとかな。あ、こっちは行き止まりみたいなんで、向こうからか。残波のねロイヤルホテルと残波ビーチでした。そしてこちら、コンテナというかキャンピングカーの後ろみたいになってますね。コンテナ車っていうのか、こういうのよくわかんないんだけど、ここでねキャンプとか泊まれたりもするのかな。いいですね、この東屋でバーベキューして飲み食いして、車内でね眠ったりすると。あ、ちゃんとナンバーもついてるんですね。ってことはやっぱり牽引車があれば普通に路上とかも走れるようになってるんですね。いっぱいありますね。10ぐらい全部であるのかな。ホテルもいいけど、こういったね野外、半野外でキャンプとかするのも楽しそうですよね。外人さんが位置ついてますね。あ、向こうに大きなシーサーも見えてきましたね。なんでこちらからもう一回海を映して、ちょっとね今本当に太陽が隠れてて曇り空なのが残念ですが、本来はもっとね青い海が広がってると思うんですよ。ビーチ側の海は青いのは、まあ、ここにね太陽があって正面の海なんで逆光っぽくなってて、青さがねあんまり強調されてないんですが、本来はとっても綺麗な海です。パーティーしてますね、ラーギーさん。お酒飲んでテンション上がってるんですね。よし、はい、では最後に残波岬のね特徴の一つと言っても過言ではない
大きな小さい今向かっている途中です。一つ一つにナンバーがちゃんとついてますね。もちろんナンバーなんで同じナンバーではなく、それぞれがねちゃんと違った番号ですね。残波王子市が見えてきました。残波といえば本当にねこの大きなシーサー、全部映すのも大変なぐらいやっぱ大きいです。迫力ありますね。大きいな。今ちょうどね晴れてくれてるっていうので綺麗な鮮やかな色に映ってます。プリッとしたかわいいお尻もちゃんと映せて、くるんとね巻いた尻尾も映って、やっぱ大きいですね。すごいな。はい、今回は、残波に来たってことで台湾のロイヤルホテルから残波ビーチ、そしてね残波の王子市、大きなシーサーがあるところまで来ていました。ではまたね。バイバイ。